岐阜の異端児柿です。120% 勝った。あ、これ絶対ストレートだ。アベリメさんが負けない。これ絶対負けない。負けたらアイテム全部あげるわ、みんなに。誰か革命を起こしてくれたら俺一番なんだけど。女の子が3のワンペアなんで。革命を起こしてくれ。いや、ベストマスクかっこいいな。悔しい。いいよ。おーい、強いよ。これは強いわ。これは負けるわ。ですわよ。ですわよね。フルハウスの中にも強いよ。はい、ベスト。お願いします。ドッペルゲンガーしよう。何がしたってんですのよ。気をつけろ。いや、あのクルス。ほほほほって。ほほほって何だよ。お願いします。マジで敵なんですよ、しっかり。あ、お願いします。はい、1個目入れてます。ナイスでございます。はい、2個目入れた。3個目誰？はい。入れるよ、阿部さん入れといて。上から。4個入ってる、5個入った。お嬢入れてる。パン君。阿部入れた。たらー。あ、バブルさん入れてない。バブルさん、バブル系だ。今から入れますよ、今から入れますよ。バブ系かいろーい。入れてない、入れてない、こいつ入れてないよ。はい、バブ系かいらー。いや、入れてない、入れてない。マジで入れた。え、増えた。じゃあ、手持ち回して、手持ちくるくる回して。手持ちくるくる回して。え、もうほら、それそれ回せ。お嬢さん、本当かお前。増えてない気もする。いや、怪しい。いや、いや、じゃあ、お嬢さんも怪しい。覚えてないか。だから入れたらさ、ゲームのなんかシステムで音がボンってなんだけど、なってないんだよ。あらあら、じゃあバーブ系ですわ。バーブ系ですわ。確定ですわ、これは。入った。結構良くない？いや、いいと思う。バック作ろう。だからちゃんとやったら多分作っちゃうよ。前でも昔よりも早いんだろうな。うん。え？おい。誰だ？え？てか船負けてる。あ、まじ鍵丸？うわあ。鍵丸が海外らしい。ギシだね、ギシ。どこ行った？鍵丸のパトはどこだ？戦闘隊に誰か持ってる。オッケー、1人いたぞ。こいつがルパンだ、おい。あれの子。あ、逃げたルパンだ。逃げられました。どこ？逃げた。カジマルさんのふりした人ってこと？いや、本人。ルパンじゃない、あのカジマルです。カジマルさんっぽい誰か？合ってます。いや、カジマルさんっぽい誰かじゃなくて、あのカジマルの。カジマルね。オッケー。カジマルの中のカジマル、本当のカジマルの中の一番カジマルの中のカジマルが一番カジマル近い存在のやつ。そうそう。で、船は治るからもう。はーい、あさってくるね、じゃあ。持ってきた、持ってきたよ。これ木材、いや、ちょっと待って、入れないで、これ木材。え、ダブルさんやってますね。火薬入れたかもね。あー、なるほど。バブルさんを殺します。バブルさん、傀儡か。2点焼いてくるわ。はーい。さて、そっち行くか。そっち石炭取った。まあ、いや、行こう。そこの真ん中の小島は取りました。奥行ってないです。あ、オッケー。狼島って取った。狼島取った。お、いいし。ぽい。ほら。帰ろ。石カバン全部漁られてる。石炭入れてほしいかも。何を？石炭。石炭俺持ってないって、多分他の人は。狼島取ったって言ってた。狼島俺じゃない。俺が行った時にはもうなかった。この後どう行くんですか？右。オッケー。今まで以上に白いような。右じゃない？
こっち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 来てこっち来てこっち来てこっち来て。あ、なんかなんかなってるですわ。はい。なんか怖。まあまあまあ治るんじゃない。よいしょ。あれご飯あれご飯チーム。ご飯今作ってる今作る今今から作る今から作る。ナイス。ちょっとキーキーだけ欲しい。そうキーはこれどう。キーないのマジ。あ使えなくなったな。あお世話になっております。おーい離脱しちゃったね。いや、もう俺も、シチュー作るだけ作って、その、あげるふりして離脱しようと思ってて。うん、ああ、了解、毒とかじゃなくてね。そうそうそう。みんなを期待させといて。オッケー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 。あ、まあまあまあ、ちょっと。あのね。楽しんでるようですね。オッケーオッケー。あ、それで。うわ今燃料足りんと思ってさ外出たらパンク入ってったんやけど。船くんなんでこれだったの？これ木あったですよ結局さん。木あった木パンクくれた。いや違う違う違う、なんで出たの？いやいやいやなんでだよ。船ってどういう状況ですか？出てない出てない。出たけど。出たけどやめろ。いますよ。あとで肉ついてから。ショックは1個作れる材料を持ってます。了解。火がないんだよね。あ、まだわかんない。めっちゃいいじゃないですか。怪しいか。何か持ってない。ね、かきさんご飯食ってたけどどっか行ったのこれ。いっぱい落としたはずなのに。え、なんで？ちょっと待って、何？やば。何？どうした？パンクに化けてる。パンクに化けてるって。ごめん。いや、パンパンク何？今消えた。うん？左が落ちた人誰？あ、これ俺だよ。え？あ、なんでパンクなんかい？食べてください。喋る。今僕がパンクに。殴られてどっか行きましたね、パンク。何今の危な危なすぎ今のやばやばかったえぐえぐ今のなんでバレんかったの。え？え、マジ？おぉ、カイロに取れた。マジ？間に合わない。されたー、殺されたー。簡単ですよね。なんか高台で、カキさんの姿をした無言の人に。やべ、影丸に殺された、影丸に殺された。影丸に殺された。いや、あ、ちなみにね、カキ、うん、さんの姿はした無言の人は俺もダウンさせたから。そしたら、ね、梅健さん出していいけど、カキさんは様子見でいい。そう、梅健さんだけ出していい。影丸に殺された、影丸に殺された、影丸に殺された。カキさんどこで死んだろう。影丸さんいたことになりますよ。あ、パンくん、パンくん梅健さんだけ出そう。え、カキさんさっき俺と殴り合った。殴り合ってない、殴り合ってない。俺、影丸と影丸とバトルしてた。カギマルとバトルしてた。カギマルと、高台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 。高台やめて、高台。おかしいですよね。公開紙だけ開けて、公開紙だけ開けて。カギさん、俺のシャベルあれさ、トイレだから強かったんだよ。あ、そうなの？そうなの？あのシャベル、強いシャベルだったのよ。梅健さん出たら高台行くの一緒に行くよね。のためありがとう、アイテム取りたい。うん、どこした。あ、でも話しました。あれ、行こってたのに。じゃあ、毒味しますね。あ、私も毒味する。梅さんちょうだい。なんか一個分も動けなかったよ。あ、でもね、カキさんが確定させたのがアベレージです。ご飯欲しい、ご飯欲しい、ご飯欲しい。梅健さん、あるよ、あるよ、キッチンマヨで。ありがとう。梅健さん食べたら行こう。あ、ありがとう。よし、俺のアイテムを取り返し。あ、ある？これやっぱ絶対いるな。ありがとうですわ。絶対幽霊歩きいるわ。
もう反省始めてる。リカバリができないですよね。ね。ありがとう。一緒行こう一緒行こうねえのため。梅健さん。ありがとう。大丈夫か。あの隠しのなんでガンパーツ渡します。梅健さん。はい、ちょっと待って、アイテム取り。あ、いいっすよ、先行っていいっすよ、先行っていいっすよ。ありがとう。お。ごめん。梅健さん殺したけど、俺も殺された。うん、うん、そうだよね、オッケーオッケー、大丈夫。そうだろうなと思ったから。そう、いや、なんか砥石シャベルやったらしい。俺もちょっと村の方行くね、じゃあ。あ、ダメだ、村の方行くね。逃げた方がいいと思う？そう。集落1なんだけど、誰かいるかよくわかんないんだよ。あー、ちょっとねー。あー、石かー。みたいな。俺今左の方行ってるけど、こっち影丸漁ってるよね、多分。左の洞窟。白熊の左。火薬がめちゃくちゃ重要だな。まあ、漁ってるな。漁ってるけど、まあ、しゃあないな。あ、石炭だけ取ってある。あらあらあら、やっぱ来てるよね。来てるよね。ダメだ、木がないと何も作れないわ。あー、ドッペルか。まあ、ドッペル使って何かやりに行くとかはできるな、でも。木ないんだよね、そう。木がないんだよ。ないんだよ。これもうとにかく移動するしかないな。ホワイトアウトする。あー、もうピッケルがないのきつ。木がないのキッズ。ダメだ。もう幽霊歩き溜まるまで待つか。あー、もうちょっと。とりあえず効いた火薬は。いい時に弾けたね。カギマルどこ行ったの？カギマルどこ行ったんだあいつ。よーし、とりあえず武器作っとくか。包丁、まあまあ、ちょっとまだね、試してない技あるからやりたいんやけど、東大まで行っちゃおう。よしよし、東大も結構あるぞ。これでも火薬やりに行ってもいいなぁ。待てよ、こんなんじゃないな。影丸が、いない。あ、あそこか。影丸先に東大行ってるわ。オッケー。火薬入れに行こうか。あ、こっち来てるか。あ、そうかそうか。火薬1個あったです。行っちゃうか。
船どこだ。まだ結構後ろだな。行っちゃうか。結構遠いな。結構遠いな。結構遠いぞ。でも行けそう。全然行ける全然行ける全然行ける。影丸が遠くにいっぱい立ってくる。じゃあ行くか。サナリ長だ。アベリーに傀儡許可を渡りました。あと2つ後ろの2つ立っていいんだろうか。いや、3のかもしれないから怖いし。声が、あ、影丸か。これ喋れないのか、もしかして。変身してるから喋れないのか。あ、影丸。もしもーし。もしもーし。俺も行っちゃうよ、そっち。あれ？聞こえないのか。影丸？影丸ミュートじゃない？これ。もしかして。影丸ミュート？なんだこの時間は。あ、なんか撃たれてる。あ、でも弓刺さってるの見える。影丸、安倍さん来てる。オッケー。俺熊呼びしたいんやけど、なんか大丈夫かな。いいよ。いい、やって。ニトロ気をつけてね。よし。ニトロ爆発するでな、気をつけてな、それ。うん。安倍さんにタゲあるで、安倍さんにタゲ打つ。ちょっとこのニトロ捨てるわ。うん。あ、そういうことね。あ、これは捨てて、これ捨てて。オッケー、行った。行った、安倍さんの方行った。よし、オッケー。オッケー成功。あれ、一緒か撃つ？あと10秒で溜まるけど。安倍さんは白熊まで死ぬと思う、大丈夫。多分普通にあれで、普通に降りられたから、多分。あ、マジ？ホワイトアウトってどんぐらい溜まってます？ホワイトアウトはレベル1なら撃てるよ。撃とっか。あ、まだいい。で、中に1個ニトロあるよ。はい、オッケー。クマ帰ってきたよ。気をつけて。うん、オッケー。これやばくね？かぎまる、東大の中入れ。取ってるわ。東大の中の、ここのワークベンチの裏。ここ来れば大丈夫。オッケー。ここ来ればタゲ外れるから。それ中のニトロ起爆しない？大丈夫。あ、やばい。これで起爆するの？オッケー。あ、大丈夫だ。これで帰るはず。ここにあるか。危ねえ。俺死にかけてるわ。あ、やべ。これやばい。俺リュウヤル。影丸がおるからあれか。あ、ごめん。倒れた。マジか。俺上行くわ。オッケー。あ、帰った。オッケー。帰った。幽霊歩きで倒れちゃった。オッケー。帰った。いや、ちょっと熊指あれだったね。うん。二人いるからちょっと微妙やったね。ごめん。あ、申し訳ない申し訳ない。いや、大丈夫。今安倍さん来てるけど、安倍さんに行った。また行った。オッケー、オッケー。幽霊歩きで寝れんだ。どこにニトロあるって東大の中。階段ね。オッケー。さっき隠れてたところのちょい上。もう一回お水注いで。オッケー。やっとるクマが。俺ちょっとニトロ持ってってみようかな、ドッペルで。どこに階段ね。めちゃくちゃトーテム壊されたから。オッケトーテムめちゃくちゃ壊された。もう俺ニトロ。ニトロ。いってらっしゃい。ホワイトアウトじゃなくて大丈夫。
あーそうね、打っても打った方がいいと思います。俺別の何か打ってるから、うん、クマ、あ、クマいない、クマ行っちゃったから、そうそうそう、うまいことホワイトマンと打ったらさ、こっちあれで、あれ打てるよ、僕あと10秒で。あーいや、もう変身しちゃったから無理、できない。オッケー、どっち行ってね。俺今普通に歩いて取る。オッケー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 。俺がこの銃声は、いやー多分阿部さんか誰かやと思うけど。ああそうだ、本当だ、本当だね。これ画面引くか、これファイターで出たら熱いけどダメだな。そう、かぎ割れないもんな。無理無理そう。いや、ちょっとレース頑張るわ。沈黙打った方がいい。沈黙打ってみ。じゃあオッケー、じゃあレベル1だけ打つよ。いや、ナイス。あ、これいけるわ、ワンチャンいけるかも。うわ、間に合うかな。ホワイトアウトだったら絶対いけたな、これ。ホワイトアウト俺がちょっと気引くわ。うん。うわ、ギリ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 すぎる、これ。あ、やべ、来ちゃった。ちょっとこれ、これちょっとまずいかも。爆発するわ。あ、俺ごめん、俺撃たれたわ。オッケー。最悪。沈黙で逆に俺が、ミスったわ、これ。オッケー。大丈夫？俺は生きてる。ちょっと、あー、ごめん、俺死んだ。まあ死んだか。ふぅ、なんか言ってるな。これホワイトアウトあったらな、使ったな、絶対いけたな。もったいね。俺ホワイトアウトとさ、幽霊歩きの場所間違えてない？そういえば逆になってる気がする、いつも。そうそう、オッケー、中今行ってます。オッケーオッケー、一緒に行くとね、ワンチャンニトロで死ぬから。オッケー、外行ってます。やった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 。オッケー。ナイスナイスナイス。ニトロ運びますね。お願いします。ああ、この人、階段やばいっすね。いやーこれやばい。いやー難しい、マジで難しいこれ。いやでも面白いな、難しい、ね、研究の違いがあるな。すぐそっち行きまーす、うん、寒いんで一回冷まっていい。あ、それいいと思う、それいいと思う、立ち直そう、体勢。砲台の状況どんな感じ？砲台、拡散カゲピがワンダンずつで、今ニトロ開けてます。おーい、あ、じゃあ柿さんが特攻して梅健さん倒したのか。いや、特攻したのはカゲピで、それを僕が、マスケで撃った。あれ？あ、梅健さん倒せてたんだ、あれで。よかった。あ、了解了解。いやでも、ね、死んでる。死んでる。ホテルゲンガーで消えてったんですよ。梅健さん、ごめん、ちょっと目の前からニトロ持ってきてて。いや、でもね、でもね、カギティは銃で撃てるんですよ。なるほど。はい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 。あ、そうなんだ。ニトロが、カキさんが多分ドッペルゲンガーでニトロ特攻して多分塔上に戻ったんだ。うんだね。で、塔の上に行ったあの殺したのが、カゲマルかな。カゲマルは生きてるよね。あ、カゲマルいるね。カゲマルくん生きてる。危ないかな、寒いかな。いやまあ行けるんじゃないか。他に危ないんか。あ、今、焚き火作るわ、そしたら。たくさんあれさ、2人であと幽霊あるしろ、うん、あ、違う、あれドッペルゲンガー。ドッペルゲンガーは死んでも、その元の自分に戻るだけだから。そうそうそう。なるほどね。死んでもいいのか、じゃああれ。そうそうそう。うわ、強いな、それ。バブケ、燃料持ってきてくれ。
これ。だって燃料あの船のところくらい隠してる。ナイス。ドッペルおもろいな。なんかすごいやりようがありそういくらでも。了解。あ、じゃあもうあの船進める準備しときますね。はい。あげまる頑張れ。回復させじ、させて自爆突破しますか。帰り。またフェルはパンク。帰り。来ないな。来ないですか。なんかこんな感じだったこれ。何がですか。来ないですか。はいこれドッグパー。そう幽霊薬器なくてもいい気がするんだよねやっぱ。でも出たんですか。ワンちゃん。お、かげまる声聞こえる。幽霊は聞こえないか、さすがに。入れてないです。あ、止まります。これ能力が強いからやっぱトーテムいっぱい立てるの大事やな。はい、カルボ入れます。一応船長室のあの宝箱の中に教会が乗ってる。左下から登ります。あれどこ行ったの。これですわ。あれどこだ。ハゲマルが、ハゲマルにやられてる。ナイス。勝手にリロールするような感じ。マジ？あ、本当だ。勝手にリロールする。ナイス。むずいね。いや、会話楽しいですね。楽しいね、これ。吠えた後だってなれば、吠えた後待ってくれ。むずむずそうだね。沈黙中何喋ってるんだ。ジジーン。考えること増えすぎてめっちゃむずいわ、うん、ねね、この慣れるまで試行錯誤。そう、そう慣れないとちょっときついね。そうね、まず相方が何の能力か。おもろいね。なんか変な音がいっぱい聞こえる。何これ。あ、そうか。一番初めの小兵様でお互い何持ってるか情報シェアするのが大事なのか、まずは。まあ、そうっすね。サボさん種類何持ってるか。みんな慣れてる。で、小兵様は全然ありっすね、そう考えると。うん、ね、一種の小兵。潜伏するかどうかとサボの種類共有できるから。ね、いいですよね。いや、おもろいな、マジで。いや、トーテム。トーテム壊されまくった。